はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、4色フレンズですね、になります。一応5色にもなりっちゃなるんですけどね。はい。で、もともと私が結構環境の最初期の方かな、とやかアッセヤかアッセヤ一家の流星と、まあこの辺のホールを合わせて強いデッキ作ろうよねって言って遊んでたと思うんですよ。アリアクセスかな、まあいいや、はい、思ったと思うんですけど、まあそこにね、今の環境的に、まあボロスアグロとかその辺のアグロめちゃくちゃ多いんですよ。で、フレンズってどうあがいてもアグロめちゃくちゃ弱いんですよね。どうしようもない部分ではあるんですけど、はい、まあ盤面さえしっかりと作られちゃうとどうしようもないデッキタイプではあるってことで、まあ全体除去を多めにしていく形になったかなと思います。で、本当はバントから青白緑の3色にしようかなと思ってたんですけど、どうしても除去がちょっと弱くて、本当は、まあ、色的に入れるしかないんですけど、運命的不在すら入れたくないんですよね、このデッキは。うん。どうしても向こうにドローされちゃうっていうのが結構嫌で、不在も入れたくないんですけど、入れざるを得ないようなデッキタイプなんですよね。はい。で、まあ、そうなった時に、黒入れてあげるのが一番いいのかなっていうことで、はい。まあ、プレインズウォーカーで除去できるカードを増やした。だったりとか、まあ、11交換できるカードが結構増えている形、古き神々、放浪ケイヤと11交換できるカードが結構増えている形にしてあるんですよね。はい。で、まあ出していくプレインズウォーカーも、まあバルキ、初動のカードとして入れてるバルキ、まあ裏面のティボルトと、まあビビアン、このビビアンも実は放浪王と同じで、まあ放浪王もビビアンもマイナス1でトークン出せるっていう両方ともの強さがあるんですよね。で、アスティナ一家1個ある状態だとマイナス1って0なんですよ。なので、毎ターン0で55生成したり、33警戒を作ったりはね、そんなことができるということで、その辺を採用してあります。はい。そして、まあ一応エルズベスだったりとか、あとタミオだったりとかを突っ込んであげている形。まあ一応散らしてある形ですね。はい。まあ基本的にはなんか、普通にアステニアプラスケイヤとかだけとかでも全然ゲームにはなるんですけど、まあしっかりとね、エルズベスとかその辺の、散らしてあげることで、幅、いろいろなことができる幅を増やすことができるってことで、まあいい感じにはなってるのかなとは思います。はい。で、今の環境的に盤面形成するデッキと、あともう一つ、盤面形成しないデッキがあるんですけど、形成しないデッキは、無理なんで、無視していいです。はい。まあボロスアグロはギリなんとかなる可能性があるぐらいなんですけど、日向オパさん無理なので、はい、まあ無理なもんは無理っていう形で問題ないのかなと思います。はい。で、土地の枚数は一応25枚、平地どっかに1枚だけ、平地か森かどっかに1枚だけ突っ込んでもいいんですけど、そんな形になってます。4色であるってことを含めてね、基本地形は入れれないので、はい、その辺だけ注意が必要かなとは思います。はい。それ以外は、まあ普通にトークン出せるやつらが結構多かったりとか、まあ普通にドゥームスカイで流してから、盤面形成をするっていう動きする、まあ結構簡単な方のデッキになるのかなと思います。マナ加速して、まあ先置きするか、先ドゥームスカイの全体除去するかみたいな、そんな形になってから、まあプレインズウォーカーで詰めに行く、プレインズウォーカーで蓋をするって形なんで、まあ古き良きコントロールに近い形なのかなと思うので、非常に面白くて使いやすいデッキにはなってるのかなと思います。はい、というわけで、本日この時使ってランクマッチやってきました。勝率的には、実は今回は3割4割なんですよね。なんでかっていう話をします。なんでかっていう話をすると、今日は、A 級に土地しか引かないんですよ。はい。土地が半分以上の試合しかなかったので、悲しいですね。うん。なので、私みたいになんか、今日土地しか引かないなっていう日は使うのをやめといた方がいいと思います。てか、MTG を、その日はやめといた方が、運的には良さそうな気がしますね。うん。対戦の方へ。どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。先手、まあキープでいいんじゃないですかね。一応はちょっと動き出しが遅いですけど、できればアンタップインの土地欲しいですかね。何色でもいいので、うん、うん、まあ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 、これはこっちから置いてエンドでしょう。まあ、裕福な亭主から入って問題ないかな。カウンターがないのであればっていう動きはありますけどね。あ、それなら一旦アッセンヤからでもいいかな。うん。アッセンヤ、裕福な亭主から入るかどうかって形ですけど、相手グリクシスなんですよ。ほとんどグリクシス吸血鬼だとは思ってるんですけど、うん。まあ、亭主置いて、ドゥームスカール予言あたりがいいかな。そうですね。あいつ。名前出てこんわ。オブニキシですか。
ドブニキチーズが出ない限りは基本的にこれで問題ないはずです。うん、地味に裕福な亭主もサイズ2になりますから、まあ予言までしときましょう。ジュバーとかその辺とかもあるので、古き神々は早めに打っときたいかな。そうですね、うん、早めに打っときたいかなって感じがします。まあデナツの8がここに当ててるだと、まあそんなに悪い状態ではないので、うん、バルキー先置きするか古き神々をこいつに使うかですけど、どうしますかねって形ですね。できれば盤面展開してほしいとこではありますが、まあこれは古き神々置きますか。うん、でさすがに青はもう1枚欲しいのかな。そうですね、本当はサイクリングしたいとこではあるんですけど、青がもう1枚欲しいとは思います。うん、で次はバルキー裏面か、これは。いや2、4、2、4、6、まあ赤を持ってってくるのは確定で、本当はバルキーを表で出したくなかったんですが、出すしかなくなりましたね。うん、あの逃げと今絡んでくるのがめちゃくちゃに嫌なんですよ。うん、まあ除去飛んでくるならまあそんなに悪くはないので、ハンダー見れますからね。オブ、はい、オブならもっと早いタイミングで出しといてよかった気がしますが、まあ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 、うん、それよりもあの土地が引きすぎてることの方が問題ですかね。5枚しか見えてませんからね私今。まあ一応ね古き神々で1枚追加しましたけど、あの13分の5っていうのは結構厳しいんですけど、なんとかなりませんかね。13分の5って厳しいんですけど、なんとかなりませんか。まあ、オブだけならギリなんとかなりますよ。まあ拒否で。まあいいや、ここから先手札捨てます。オブ1匹だけならそんなに問題はない、いや問題はありますけどそこまでなので、反復すごい負け犬とかも絶対いるんでね、早いことちゃんとクリーチャー展開したいんですよ。うん、あとはオーブを消したいです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。あー OK、 一応マイナスかな、なんか積もれれば OK ぐらいの感じのマイナスですこれは。うん、何かしら積もれれば OK のマイナスしておきます。まあ一旦拒否でいいかな。うん、で黒めちゃくちゃ多いんですよこれ。黒更新とかあるんじゃないかな。これはバルキーで、いいですね。うん、これ一旦プラスします。はい、相手の墓地で欲しいカードはそんなないかな。うん、こっから先はライフがめんどくさいことになるんで、これは捨てます。うん、でティボルト通ったってことはカウンターはないんですよ。うん、まあ、職人鍵があることは見えてるので、まあ手提げカバン偶話とかでもいいのかなっていう印象ですよね。これ捨てます。こっから先もトップ引きはそんなにいらないです。うん、ほい、1、2、3、4、フォローいいですね。まあとりあえず手提げカバンとグーは、職人鍵打ってくれるんですよね相手多分。ティボルト今墓地はそんなにいらんか、そんなに、あーいるか、いります。なんでいるかっていうお話をちょっとするんですけど、相手のオブがですねもう動くんですねこれ。なのでさすがに処理一択ですね。うん、
電圧のうねりとかもあるんで、ある程度はなんとかなるかなって感じがします。で、まあまあプラスでいっか。ここでこっち置いても、まあでもレイオブ使われたら使われたりもいいっちゃいいんで、まあこれは一旦エンドでしょう。相手としては食肉鍵撃つしかないと思ってるんで、個人的には。なんでもうこっちで問題ないかなって気がします。これ食肉鍵結構高めで撃たなきゃいけなくなるんですよ。まあグラスプ撃つなら撃つで別にいいんですけど、そこはぶっちゃけどうでもいいんですけど。いや違うの、これエルズベスの扇をちょっと警戒してるのかな。 1,2,3,4 7まで5か、 X5 だから7まであればいいんですよね。 1,2,3,4,5 まあ普通にあるか。まあ普通にあるけど食肉鍵撃たせるしかないと思ってるんで、このままハンドキープができるのであればそんなに問題はない状況までいくかな。ルーは、ほい、なんもないならうねりでしばきます。なんもないならうねりでしばいて問題ないと思います。ほい、あともう1枚出ますけど、こういう対戦で投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープですね。いい感じの手札かなとは思います。ほい、まあ先手引けてるのも偉いですね。ボロスアグロっぽいか、ボロスアグロっぽいですね。もう嫌ですね。まあさすがに手下げカバンから入りますけど、ドゥームスカールと古き神々どこに当てるか問題がありますかね、ここは。まあ魂の粉砕とかも含めて、さすがに次のターン古き神打ちたいとこではあるんですけどね。野心か、そんなもん許してはいけないので、まあこうでいきますか。一応タミオっていう手段もありますね。野心家だけ永久にタップするっていう手段があって、野心家タップしてドゥームスカールまで耐えるっていう手段もあったりとか、まあ面白い動き自体はいくつかあるのかなっていう印象はあります。まあ言うてこの辺がめんどくさいことになるので、できれば使いたくない方法ではありますけどね。黒が欲しいかな。そうですね、黒がちょっと欲しいんで、ジアトラ、まあドゥーム予言が強いか。そうですね、ドゥーム予言で3マナのカードは残ってる気がするので、できればトップ土地からドゥームプラス運命的不在を構えれる状態、白土地が一番嬉しいですかね。まあこれはブロックします。はい、2点。ただ相手は土地が積もれてはないのかなーって形ですけど、なら一旦民を置きましょうか。一旦民を、多分火遊びが構えられてるパターンな気がするので、墓地から出せるカード、まあ一応墓地から古き神々とか手下げカバンとか戻してきてもそんなに悪くはないですか。そうですね、まあ民王で1匹は止めれるので、相手は多分土地探しだと思います。そうですね、相手は多分土地探しですね。ボトム、こっちは積もりなかったらしい。まあそろそろ土地引かれてもおかしくない頃合いではあるので、弾道の噴火3点、2点。まあこれもう一発止めて、さすがにドゥームスカールはもうちょっと待ちたいですか。停止で待ちます。まあ不在か、魂の粉砕当ててもまあいいかな今なら。そうですね、今ならそんなに問題はないです。火遊びとか使ってがっつりとこっちにカード使ってくれたんで、ここ不在当てるか。魂の粉砕はこれこいつ取れないので不在当てます。なんで当てるかっていうと、ケイヤでこれプラスしたときに
追放されちゃうと効果使えなかったはず。いや使えたんだっけ、離れた時だっけ。まあまあいいや、うん、とりあえずケイヤは使いましょう。白相手も3番目やっと出ましたね、うん、まあこれはここ止めます。でまあドゥーム停止、まあもう一枚日の出の騎兵あるかな、うん、もう一枚ある気がします。おい、まあ古き神々とか含めても次のターン以降は守れそうなので、うん、雷獣、まあこれは停止で永久にブロックできるんでブロックし続けましょう。おい、2、4、トップ土地が嬉しいのかな。あーまあ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 、まあ、ブロッカーも永遠と溜まっていくんで向こうの土地事故ではありますが、おい、古き神々雷獣しばいて、これもう一体停止出すか、どうせ噛まれないんで、そういうのは出しといた方が強そうですね。うん、ライフゲインも今大事なんでエンド、クリーチャー一体なら永久にブロックし続けられます。赤敵大社撃てて乱動の噴火か、そうですね。まあでもこれ今当てたところで感はあるので、まあ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 そんなに悪い状況ではないかな。これはこっちブロックだけでいいかな、うん、11トークン増やすだけでいいと思います。フルブロックをするとちょっとめんどくさいことになる可能性もありますね。うん、青もあるのでまあこっちでいいかな。プラス停止、ここから先は魂の粉砕も埋めていく材も構えれるので相当楽になったとは思います。うん、乱動の噴火とかもう一枚あるなら撃つしかない気もしますね。うん、ケイヤに撃つしかない気もします。そうですね、まあ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 、いやもう一枚手札にないとしない動きだったんでこれに関しては文句はないですね。うん、その敵対者も仕分けますし、まあ相当ライフとかの余裕もできたんで、クマのほい、相当ライフとかの余裕もできたので、これはトリプルブロックでいきます。哀愁と、まあインスタントの曲いっぱいあるんでクマの割っちゃいますかね。結局どっかのタイミングでは倒さなきゃいけないカードなので、うん、クマの割っちゃいましょう。でこの対面は、うーん、殴り出しはまあ亭主はどうせブロックしないので亭主殴りますか。まあ両方とも殴っていいか、うん、残り3枚の手札は大体まあクリーチャーは絶対いると思うんですけど、せいぜいが、でも火遊びとかも歌いたくない。まあいいや、コスト払ってからで魂の粉砕でいいかな。うん、魂の粉砕でしばきます。サンマーの方が使いづらいのでこっちからで問題ないですね。まあランドの噴火は多分顔に飛ばしてくるでしょう。うん、お、いいですね。ほい、これでサンドローまでもできますね。まあそれならこのターン殴んなくていいですね。一体だけ殴ればいいか。まあいいや、うん、一体だけ殴るっていう手段ありましたけどこのターンは殴んなくていいですね。雷獣とかもう一枚持ってそうな気もしますけど敵対者の通過と敵対者がこれ4枚目ですね。火遊び顔だとは思いますが、そうですね、ボトム、これトリプルブロックする意味はないですね。1枚だけでいいと思います。ほい、まあドローしましょう。プレインズウォーカーないしはまあパンプアップのカードが積もれれば OK ではあります。
これな、天守もう1枚出してトイカバン出して放浪で全然まあ何もないならね、放浪出す必要もないので、まあ、フォローを殴りたくないので、まあ、天使でブロックしたくないので、こっちですね。うん。ここ、ドローしたいかな。まあ、相手の動き次第ですね。うん。エンジェル・ファイア・イグニッション。これは破壊しときますか。確か、警戒もつきますもんね。うん。警戒つくなら止めといた方がいいです。ターンもらって、うん、まあドローから入りますか。うん、まあ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 、このドゥームスカールとかもまだまだ欲しいのでちょっと待ちましょうか。うん、だから使いたくないんですよね、今の状態だと。でこれで高機能の野心家が66か、いや違う、2個か、55ですかね。うん、エンジェルファイア連打がちょっと嫌かな。そうですね、ただ急に敵対者からどうこうというゲームはないので、こっから先、うん、急に敵対者からどうこうっていうゲームではないので、で放浪はフロストドラゴンに取っときたいか。そうですね、うん、はい、33殴ってきたらトリプルブロックします。おお、いいですね。ほい、これで相手も殴らざるを得なくなりましたね。うん、向こうの公共の野心家のサイズアップよりこっちの方が早いので、向こうはもう殴らざるを得なくなったとは思います。エンジェルファイアも使ってきそうですかね。うん、これノーブロックでいいです。初動のおかげでライフ結構高めに保ててるんですよ。なんでこれはブロックしなくて問題ないです。ここから先相手エンジェルファイアイグニッションあと2枚ぐらい要求なので、うん、エンジェルファイア2枚ぐらい要求なので、これスパーラのホームグはサイクリングしています。あ、不在いいですね。エンド、ここもうサイズ上がろうがもう関係ないので、うん、エンジェルファイアさえ控えなければいくらでもブロック引く状態なので、シンとは嫌か、シンとは嫌ですね。うん、もう 100% 割りにくるんで、トップが強かったですね相手の。まあ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 、まだまだゲームはできそう。言うてこの後割れるカードはそんなにないんで、ドゥームスカール当ててあげてもいいか。そうですね、ドゥームスカール当ててあげてもそんなに文句は言われなさそうな状態ではありますが、ちょっと土地、ちょっと土地引きすぎ、もういらないです。もう土地はいらないんですけど、13 14 15 16 17 18 19 20、まあ向こうはあれ夜なんで特に問題はないです。うん、ここは問題はないので、もうしばらくゆっくりできますね。うん、まあ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 、向こうはね途中マナスクてか初動マナスクリュー、私はフラットなんで、まあまあまあ、はい、まあ殴ってこれるかなフロストドラゴンは。うん、まあフォローでいきます。うん、フォローでいきましょう。相手多分ひっくり返るまで待とうと思ってると思うので、まあ、これは一応こっちですね。
このままケイヤでゲームできると嬉しいですけど、うん、ケイヤ扇前到達するとさすがに勝つんで相手ももう余裕ないはずですね。うん、相手もう余裕ないです。これ殴り始めるしかない気もしますけどね。うん、この裕福な天使がもう無限にブロックできるようになっちゃったんで、リスクを背負うしかない状態にはなったかなとは思いますね。うん、除去ないことお祈りパンチをそろそろしなきゃいけないかな。うん、除去ないことをお祈りパンチですね、これは。はい、そろそろ雷獣とか詰まられててもおかしくない頃合いにはなってきてるのかなっていう印象はありますけど、うん、ターンもらいましょう。フォローの追加、まあこれは一応バラしときます。まあプラスはここでいいでしょう。うん、一応何もなかったら私そろそろ勝ちますよって言ってきましょうか。うん、まあ火力除去があったらケイヤに飛ばしてくるとかでも問題はなさそうですけどね。はい、あー、クマの拾われたか。ならもう2ターン分ぐらいのあれが入っちゃいましたね。ちょっとめんどくさい。うん、まあ粗暴者しっかり取ってあげればそれだけでも良さそうかな。そうですね、うん、粗暴者をしっかり取ってあげるだけでも、なんか相手フルパンでケイヤ殴るしかなさそうな気もするので、うん、うん、まあまあまあいっか。ライフももうちょっとゲインできますしね。まあ、相手もドローはすると思うので、うん、ドローして火力除去があったらちょっと嫌かなぐらいですね。うん、放浪のトークンとかも出せなくなっちゃうのでちょっとめんどくさいです。うん、ほいほいほい、まあ何もないが一番ですよ。うん、あら、これキッカーまで待たなきゃいけなかったと思うんだよな。そうですね、ちょっと欲張りましたか相手。これ対戦で同僚ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていてたら分かる通りね、基本的にはまあプレーンズウォーカーでの蓋っていうのがめちゃくちゃでかいのかなと思います。まあ2戦目とかもね、どうしても向こうが事故ったからっていうのもあるんですけど、まあボロスアグロに対して基本的に事故らせないと勝てないので、まあその辺含めてもまあ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 仕方ない部分なのかなと思います。そしてこの時ちょこちょこ弱点がありまして、それがまあコントロール全てに言えることではあるかなと思うんですけど、どうしてもゲームレンジが長くなっちゃうんですよね。はい、まあその辺は仕方ない部分ではあるんですよ。どうしても速攻でゲームを決めれるようなカードがないっていうところが、厳しくて、はい、その辺含めてもゲームレンジが長くなっちゃうっていうのは相当重い部分ではあるのかなと思います。今の環境的にですかね。はい、環境的に重いんですけど、まあ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 、まだまだなんとかなるかなっていう印象はあります。はい。まあどうしてもね、ゲームレンジ長くなっちゃうデッキっていうのは今の環境そこそこ多いので、そこに対しては、プレインズウォーカーの数だったりとか、まあ除去性能ないしは、まあ毎ターントークンを生成できるっていう動き含めて、まあなんとか戦っていけるかなっていう印象はあります。はい。本当にまあただ、どうしても全体除去は1枚2枚ゲーム中に引かなきゃいけないタイプのデッキではあるので、引けなかったりとかすると結構厳しい思いすることはあるのかなとは思います。はい、あとはね、どうしても一撃必殺だったりとか一撃必殺を受けることができるカウンターだったりとかは入ってないので、はい、その辺だけ注意は必要かなとは思うんですが、まあその辺さえ注意してあげれば普通に楽しめる面白いデッキだとは思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは。